すごいよ。そうだ。いや、星崎さん、どうしたの？青でいいよ。中庭にいたのが見えたから。どう？この場所は慣れた？どうかな。不自由はないけど、なんだかやっぱり変な感じ。昔のことは覚えてないけど、でもこんな感じじゃなかった気がする。私はみんなと違って前のことも覚えてるけど、ここの暮らしはどう考えても特殊だよ。やっぱりそうなんだ。そうだねえ、私たちは志保の記憶で私を見たんだよね。それ詳しく教えてくれないかな。私がどういう人物だったのか知りたい。そうだな、どこか強さを感じる人だったかな。私は知らなかったけど、ひな子さん有名なんだって。バレエの天才児だったらしいよ。バレエ、そういう強みを持ってるからかな。しっかりとした自分を持っているように思えたのは。何か感じる。何かはわからないけど、それがとても大事なものだったって。この音、ボロトープが出てきたんだ。これで記憶取り戻せるよ。あれがそうなの？you
私たちも入り口まで行こう。バレエがきっかけか。これはイメージ通りだね。むしろそれしか考えられないって感じだったしね。あの光の先に行けば私の記憶を取り戻せるんだよね。これまで通りならそのはずだよ。みんなに出会ってから、いやそれよりももっと前、一人で寝てるか起きてるかわからなかった時からずっと不思議な感覚があるんだ。不思議な感覚？思い出さなきゃっていう強い感情、それと一緒に浮かび上がってくる自分以外の誰かの名前。ユズ、ライム、ひな子の友達の名前かな。今まで記憶を取り戻す前の段階で自分の名前以外を覚えてる人はいなかったのに。きっと特別な人たちなんだね。うん、そうかもしれない。お願い、私をあそこに連れて行って。もちろん。青のこともっと知りたいな。私の記憶が。今度は草原？あんまり何もないけど、このポーズやっぱりバレエを意味してるのかな。ルルベですね。つま先立ちをするバレエの基本です。徹底してるな。シホの思い出で見た時もこの世界も全部バレエのことなんだ。どうしたの白井さん、何か気になることでもあった？うまく言えないんだけど、なんだかバレエって言葉を聞くたびに心がざわつくような感じがあって。ざわつくか。心トープ経験者の二人どう？想像つく？私も電車に乗って都会にやってきた時似たような感覚だったと思います。得体の知れない不安とか恐怖とか、心が不安定になるような。私も秘密基地が壊されちゃうって話になった時同じ感じだったかも。なんだかあんまりいいことが起きなさそうだね。
まあ今から気にしててもしょうがないっしょ。思い出は今さら変わらないわけだしさ。うん、ありがとうみんな。それじゃ探索開始だね。目指す場所は、向こうかな。誰かに呼ばれてる気がする。おっと、また出たな。うん、このタイミングでスマホが鳴るってことは、私が？うん、指輪つけてるでしょ。それに思いを込めるんだって。あ、この指輪なんだろうってずっと思ってたけど、まさかそんな力があったなんて。なんだかこれも懐かしい感じがする。もしかしてひなこも。ひなこ、自分の中の感覚に従ってみて。自分の中の感覚、うん、やってみる。邪魔するなら容赦しないよ。攻め時だね。よっ、さあどう動こう。見せてあげる。よし、私の番。はっはっはっ、サポートします。気がしなくて。やっぱりひなこはリフレクターだったのかも。そっか、だから体が覚えてるんだ。リフレクター、これもそうだ。ねえねえママ、どうだった？うん、よくできてたわよ。将来はバレリーナね、ひなこ。もっと練習してくるね。今、何か聞こえたよね。うん、子供とお母さんの声。小さい頃のひなこちゃんの思い出だね。私の思い出。探し回れば、もっと記憶が見つかるはずだよ。私、思い出したい。とても大切なことを忘れてる気がするから。すごいね。
支援なら任せてください。容赦しないよ。攻め時ね。よし、やるよ。はっ、よし、私の。はっ、サポートします。見せてあげる。はっ、よし、やるよ。攻め時だね。はっはっ。うん、次もこの調子でね。邪魔するなら容赦しないよ。やめて。いつでもいける。よし、やるよ。はっ、言ってやる。はっ、よし、私の番。せい、はっ、サポートします。見せてあげる。やめて。攻め時だね。や、や、うん、次もこの調子でね。ブン。さっさと倒しちゃおう。よし、やるよ。あまり言ってやる。ほら、頑張って。私の番。せい、あまり無理しないでよ。見せてあげる。ほら、頑張って。いつでもいける。私の番。せい、サポートします。よし、やるよ。言ってやる。はっ、ほら、頑張って。サポートします。頑張って。いつでもいける。ほっ、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。あの子すごい集中力なんですよ。しばらく目を離していてもずっと一人で練習しています。私が何も言わなくても周りの真似をしたりして、自分で技術を吸収してどんどん上達していきます。言葉が悪くて申し訳ないのですが、ちょっと恐ろしいくらいです。ひな子にそんな才能が。ですが、努力を続けられることが一番重要な才能かもしれませんね。そうだ。
っと倒しちゃおう。攻め時だね。いつでもいける。攻め時ね。ほら頑張って。せい、やめて。サポートします。攻め時だね。いってやる。ほら頑張って。いつでもいける。よしやるよ。します。攻め時ね。ほら頑張って。私の番。せい、楽勝楽勝。負ける気がしないよ。華麗に倒してあげる。見せてあげる。よしやるよ。いつでもいける。せい、せい。サポートします。やってやる。ほら頑張って。やるよ。やほら頑張って。よし私の番。サポートします。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。閉まっていこう。攻め時ね。よしやるよ。そこ、いつでもいける。大丈夫、無理しないで。ちょっときついな。サポートします。言ってやる。私の番。ほら頑張って。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。とても頑張っているんですよ、ひなこちゃん。バレエをしてる時のひなこは家でも見せないような笑顔で。本当にありがとうございます、先生。いいえ、すごいのはひなこちゃんですから。お家でもたくさん褒めてあげてくださいね。
いい？攻め時だね。下がるね。行ってやる。任せてください。やだ。仕掛けます。当たって。よし、私の番。攻め時ね。ほら、いつでもやれます。頑張って。ほら、頑張って。楽勝楽勝。負ける気がしないよ。何かに使えそう。大切なものだね。よいしょっと。うん。何かに使えそう。先生、ずっとひなこさんにつきっきりだね。仕方ないでしょ、怪物なんだから。あの子がうちのスクールの看板背負ってるんだし。ムカつく。あなたたち、悔しくないの？それは…そんなこと言ってる暇があったら、あなたたちも練習したらどうなの？分かってるって。準備はいい？やってやる。ほら、いつでも頑張って。ほっ。よし、やるよ。下がるね。任せてください。よし、私の番。やだ。いつでもいける。仕掛けます。行ってやる。やー、ほら、頑張って。いつでも行けると。攻め時ね。ほら、頑張って。どういうこと？ほら、頑張って。
勝楽勝、負ける気がしないよ。また一つ成長、これでもっと役に立てます。何かに使えそう。
あおちゃん好き？え？すごいね。え？ありがとう。何を作ろう。これにしよう。どれにしようかな。これにしよう。頑張り、任しとき。頑張るよ。どれにし、君にどれにしようかな。君にどの材料をつ、よし。いい感じだね。そうだな。どこに行く？
そっか。楽しかったよ。たまにはイメチェンもいいよね。作ろう。それ作ろう。どれにしようかな。材料は足りてるかな。どれにしようかな。一丁やりますか。できました。どれにしようかな。これにしよう。何を作ろう。材料は足りてるかな。頑張るよ。頑張りますね。任しとき。頑張るね。どれにし、これをどれにしよう。この材どれにしようかな。君に決めた。どれにしようかな。
何かに使えそう。ぎ、何これ。どこに行こうかな。ここにしよう。